こんばんは、スタジオリバーサイドからお届けしますね。今日ねご紹介するのはガンズ&ローズ、ガンズ&ローズさん、1985年アメリカカリフォルニア州で結成されました。ヘビーメタルのバンドです。当時ねヘビーメタルのバンドたくさんあったんですけど、特別うるさかった。この音楽って言ったらいいかな、私も嫌いでした。どれぐらい嫌いかって大嫌い、うるさいし野蛮だし。しかしね、私たちみたいな人間を黙らせるに匹敵する力を彼らは持ってたんですね。リリースじゃ、ごめんなさい、1987年にリリースしたアルバムからの中からシングルのね、スイートチャイルドオブマインがなんと MTV の放送を拒否されたんです。君たちの音楽は MTV でかけられないって言われたんです。普通ここで終わりでしょ。私もざまみろと思いました。こんなもんかけるんじゃねえと。ところがね、なんとガンズ&ローズの人気はね劣れなかったんですね。そこから約50週かけてですよ、月に4週でしょ、1年以上かけてですよ、スイートチャイルドオブマインが全米ナンバーを獲得。この時黙るしかないです。何も言い返せないです。 MTV で放送されないし、みんなからうるせえよガンズ&ローズって言われてるのに、50週かけて全米ナンバーワンですよ。私も何にも言えなくなりました。ガンズ&ローズすごいな。少なくても嘘ついてる人がいるってことですよ。嫌い嫌いって言ってるのに全米ナンバーワンってどういうことだと。そうなんですね。なんと驚くべきことに、同時にね Welcome to the Jungle とパラダイスシティが同時にトップ10入り。一発ヒットだろうと思ったらアルバムの中から3曲もトップ10に入っちゃったわけです。もはやそのロックンロールとかヘビメタル好きとかいう人たちだけが聴いてるんじゃなくて、一般の方々ね、サラリーマン、教師、銀行員、そういった方々が聴いていないと3曲も全米ってトップ10入りするってありえないわけですよ。いや、これ否定して黙らざるを得ない結果でした。まずプロモーションの力だろうっていう方はいらっしゃったんですけど、プロモーション当然かかるんですけど、これリリースしてからね48週後っていうと明らかにプロモーションの期間過ぎてるんですよ。みんなが様子見たんでしょうね。そろそろみんな見てないかなっていう頃に、よしガンズ買っちゃおうっていうのが48週後に長くにわたって起きたわけです。あそこのあいつガンズ買ったみたいだな、俺も買っちゃおうみたいな。雪なだれ的にガンズ聞いていいんなら聞いちゃおうっていうのは明らかにね、私日本にいても街の中で感じました。こんなところからガンズが流れていいのかっていう場所からね、ガンズ&ローズが流れるんですよ。ガンズが一番やかましいのに、ガンズ&ローズは OK なんですよね。理由はみんな聞いてるから、全米1位だから。